ベガは、ことザアルファー星、ことザで最も明るい恒星で、全天21の一等星の一つ。七夕の織姫星としてよく知られている。わし座のアルタイル、白鳥座のデネブと共に、夏の大三角を形成している。0.19日の周期でわずかに変更する縦座、デルタ型変更星である。変更範囲が0.01等から0.04等と、小さいため、 元首観測では変更はわからない。2003年には惑星系が形成されつつあることが分かった。この惑星系は太陽系に近似のものである可能性がある。2006年には自転周期が12.5時間という高速で自転しており、その速さは遠心力でベガが自戒する速度の94%に達していることが判明した。このため国付近と 赤道付近では大きな温度差が生じている。地球の再差運動により、およそ1万2000年後には地球から見て北半球の天頂に位置し、北極星となる。2021年にベガの10年間のスペクトルを分析した論文により、ベガの周囲を公転する公転周期が2.43日間の信号の候補を検出したと発表した。統計的には、 ご検出の可能性は1%に過ぎないと推定されている。信号の振幅によると、加減質量は21.9プラスマイナス5.1地球質量となるが、地球から観測して、ベガ自体が6.2度斜めに自転していることを考慮すると、惑星もその面に位置を合わせ実際の質量は203プラスマイナス47地球質量となる。その他、 80プラスマイナス21地球質量と解釈できる周期が196.4プラス1.61.9日の弱い信号も検出された。しかし利用可能なデータからはこの周期の惑星が存在する確実な証拠は得られなかったと結論付けられている。かた有名のベガはアラビア語で急降下するわしを意味するに由来する。これは本来コトザのイプシロン星。 アルファーゼータ星で作られるアステリズムを指す言葉である。ラムダ型の並びを通例、ハゲワシが獲物を狙って急降下している姿と解釈されているが、アラビアの天文民族学者アッス,スーフィーは、ハゲワシが木の枝に捕まって羽を折りたたんで休んでいる姿を示したものと伝えている。2016年6月30日。 国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはベガをことザアルファー製の固有名として正式に承認した。ドイツではベーガと綴るのが一般的である。かつてはラテン語訳してウルトルカデンスとも言った。ありがとうございます。